フェライナトンネルは、スイスレーティッシュ鉄道のフェライナ線にある鉄道トンネルである。全長19,042メートルで、狂気の山岳鉄道トンネルとしては、世界で最も長い。プレティガウ線とエンガディン線を結ぶ鉄道である。標高2,383メートルのフリエラ峠を越える道は路であったため、改良された道路を建設するか、 自動車を積載した列車を運行できるトンネルを建設するかがグラウビュン電ン州の州民投票にかけられ、鉄道建設が選択された。トンネルの建設は、北側からはトンネルボーリングマシンにより、南側からは古典的な葉っぱ工法によって行われた。貫通は1997年3月26日、1999年11月19日、森津、 ロイエンベルガー交通大臣を迎えて開通式が行われ、その3日後に実際の運行が開始された。フェライナ線はクロスタース内で分岐して自動車を積載する設備のあるゼルフランガへ向かう。フェライナ線は単線であるが、トンネルのほぼ中央に列車の交換ができるフェライナ信号場が存在する。最高速度は時速 100km で、 列車はおよそ17分でトンネルを通過する。トンネルの南端は2つに分岐している。北端から18,759メートル地点に、ある、ザスラッチュ北信号場から全長277メートルのザスラッチュ第2トンネルが分岐し、沿岸電線にザスラッチュ第2信号場で、西側のベイベルサメダンポントレジーナ方面へ向けて、接続されている。 フェライナトンネル本線は自動車積載駅であるサヤインスで終わり、エンガデン線に東側のラビンスコールタラスプへ向けて接続されている。サヤインスへ通じる本線側の線路は1時間に片道あたり1本から3本程度のカートレインと1本の旅客列車が運行されている。オーバーエンガディン側への支線は需要が少ないためエンガディンオブスター号以外の 旅客列車には使用されていない。貨物輸送では1日に2往復から3往復程度が運行されている。ありがとうございます。